FF10 歌舞伎。ああ。やるじゃん。うん。なんか。やるね。うん。ああいうのなんか、FF10 やってなくてもいけんのかな。ああ、どうなんだろうな。うん。いけんじゃない？でもさ、やっぱ結局さ、うん、やっぱ、ちょっとやっぱ年齢層は高いわけじゃん。歌舞伎って。ああ、で、そもそもね。で、そのやっぱり、その歌舞伎役者の方が好きなおばさまたちが見に行くし、うん、もういるだろうね。ああいうのってさ、FF10 やってるとは思えないじゃん、うん、で見に行くでしょ、うん、いや感動したわって、うん、なるわけじゃん、うん、やっぱ面白いした歌舞伎、うんうん、FF10 やってみようかしらってなるのかな。見ようかしらもあんじゃない、そりゃあんじゃない。おばさまたちの久しぶりにちょっとその息子に話しかけて、うんうん、持ったりするの、うん、って、うん、あんじゃない？ティーダさんいいわってそれあるでしょう、うん、でもやっぱなんかあんのかな、うん、若い子を取り入れたいのかな歌舞伎側からすると、うん、私はルールーさんがいいわってちょっとわかんない、やってねえか、やってない俺天。お前 FF10 歌舞伎見に行けお前。いや別にいやまあ、うん、いけ、まあ、ああまあ、み、まあそうね。お前 FF10 歌舞伎。FF10 やってなかったら、全然つまんなかったらどうする、やってない人。全然知らない。そんな作りにはしてないでしょ、さすがに。さすがにしてないか。うん。まあ、ちゃんとやってくるんだよね、多分物語。どうやってお前に歩み寄ったんだから。何が？そのスラムダンクわかんないのに見に行ったんだ、ザ・ファースト・スラムダンク。でも見てるじゃん、そんな、あれ、その。いやいや、その不良編としてね。不良のとこまでは。うん、FF10？ うん。ティーダ。ティーダだよ。で、あの子か。なんか、イージャンプの勇気みたいな。イージャンプの勇気みたいな。ああ、うん、金髪の。そう。あいつがティーダ？違う。何？みたいな感じの人。ちょっと見てじゃあ、ティーダ今見せるから。ね？ティナ、ティナ。ティーダで。ティナみたいなかった？セブンか、うん、金エイトでしたっけ、ほらこれがティーダ、うん、あーいいジャンプの勇気みたいじゃん、そうだよこいつか、うん、知ってる知ってる、それじゃあヒロインっていうか女の子は、リノアじゃなくてなんだっけな、黒髪のあれは足にいろいろ巻いてる、ん、足に武器みたいの巻いてる子は、武器みたいの巻いてる、なんかベルトみたいな足に巻いてる子いない、黒髪のお前さ、うん、それおびっくりするんだけどそれ、うん、えマジそれさ、うん、FF102 の話じゃないのええ、FF102 の話だよそれ多分、え FF10、 あこのあれこれこいつか、これえ、えん、F ユーナだ、ユーナ違う、ユーナ、うん、足に巻いてるやつってのあれユーナ、 FF102 の話してない、パインの話してない、ユーナってこいつか、杖持ってるやつ、そうユーナじゃない、誰の話してんの、 FF 黒髪キャラこれだよ、これそうそうこいつっす、それリノアだよ、それセブンじゃん、いやそあティファか、ティファだよそれ、ティファはだセブンで、ティファもセブンか、うん、そんな言い方しないでよ、リノアはエイトだ、うん、リノアは8、うん、リノア俺何を、あユーナね、ユーナで、ユーナが 10? 10、ユーナめっちゃ人気あるんだ、あるよああこれユーナ、うん、これティファ、ティナ、え全然やってないんだね、俺だって6と7はやったかな、あ違う8もやったかな、8やってたよな、お前8やってた、覚えてる、セルフィー、セルフィーは覚えてる、敵だろ、違う味方だよセルフィーは、セルフィーって味方の広末にめっちゃ似てるやつだ
え誰それ。広末涼子で広末、うん、ほら広末涼子、広末涼子だあれ敵なんだっけあいつ、うん、男髪長いサイファーか、サイファーか、えサイファー髪長くないよ、えセフィロスの方で、セフィロスだ、それセブンだよ全然わかんないんだねセフィロスだっけ敵、うんうん、うわ困るわそれは。ちょっとお前はもう全然ダメだ、 FF のこと全然わかんないな。わかんない、だから俺もうだってドラクエだったもん、うん、そうだろ、うん、だから FF も知ってもらいたい。まあね、一本目として名作なんだろうけど、一本目として、はい、FF 天下武器なんでよ、見に行ってゲームやらせてよ。ダメ、なんで一本目としてFF 天下武器なんだよ。だから、うん、俺はそれ知りたいの、うん、その FF 天下武器見に行ったおば様たちが、うんうん、FF 天やってみたいわってなるのか、お前でちょっと実験したいので。俺で実験なる、それだってんおば様たちとはまた違うよ、うん、いやいやいや感性なる。面白い。歌舞伎が合わなかったらどうする俺、まず歌舞伎と俺が行ったことないか、歌舞伎行ったことない。なるほどね、うん、うん、面白いとか FF10 は良かったんだけどなって、うん、歌舞伎がなって歌舞伎が入ってこなかったって普通になっちゃったらどうする。あでもまあ面白いんだろうな、そりゃ面白いんだろうな、うん、ね、だってすごい人出てんでしょっていう。そうだよね、うん、やっぱそのワンピースとかジブリとか、うん、その辺もやっぱり普段歌舞伎見ない人を呼びたいということなんだよね、うん、多分 ね、 そ、 ううね、そりゃ、うんうん、だから初めての人でも楽しめるようになってるだろうね、よりどうなんだろうなそれって。もともと歌舞伎好きな人にとってはさ、うん、その演目はまあいるだろうね、否定してる人はもちろんね、うん、古典が見たいっていう人もいるのかな、うんうん、まあ、まあそうね、見てみようか。そうね、歌舞伎も経験したいわけじゃん、やっぱり一回はさ、はい、見てみたい、うん、いや面白いんだよってよく言われるしさ、うんうん、それがそっちもそれもあるのにいきなりいいのかな FF10 歌舞伎で。どっちもやっぱいけるじゃん、一石二鳥ってこと、うん、でそれ合わなかったとして、うん、そう歌舞伎好きな歌舞伎好きな人にさ、うん、まあ、歌舞伎めっちゃいいんだよ澤部って言われて、うん、いや俺ちょっと見に行ったんですけど合わなかったんですよ、合わなかったですよ、え、いや超、いや歌舞伎は面白いだろ、だってお前そんな合わなかった。いやいや、うん、ちょっと合わなかったっすね。え、何見たの。あの FF 天歌舞伎そうなる、そう、それお前ってなるのかなそれは俺もでもその逆パターンもあるかもね。え、澤部、いやもうやっぱ FF 超俺好きなんだよって言って、知ってる FF なんか知ってるやつあるって言って、あ FF 知ってるのあります、 F10 どう、 10 どういいっすよねって。いや 10 はちょっと合わなかったんすよ。10か 10合わなかったんですねっつって。じゃあ FF 合わなかったんですよ、 FF ちょっと合わなかったですね。え、え、合わなかった、 FF 合わなかったです僕。え、どれやったの、どれ、もうやったって、 FF10 歌舞伎見たんですよどういうことってどういうことって。いや、いや面白いかもねこれね。いやそうかって全部全部のあ、まあ、全部のコンテンツ歌舞伎で見ちゃってるしネタでネタになりそうだもんね。これやって作ってみようかな。ワンピースもあるでしょ、うん、ジブリでしょFF でしょ、うん、とか他のジャンルもあるでしょ多分いろいろ、うん、他のもあった方がいいよね。なんかなんかね、なんかね、うん、で歌舞伎じゃないってことでしょ。そうそう、うん、歌舞伎以外もあるよね。面白そう、面白そう、うん、なんか どういうやつなんだろうなんだろうな、まあ、だから実写とかもそうだよな。実写も言ったらそうだね、うん、それで見ちゃった。親指とかな。親指系ね、うん、スターウォーズタイタニックスターウォーズでもはまんなかったな。え、はまんなかった、超面白いじゃん。いやちょっとはまんなかったっすね。え何、はい、え、だってそのスターウォーズがさ、はいはいはい、え、どのシリーズ。あ、シリーズいっぱいありますもんね。まあ、シリーズっていうか、はい、うん、あの親指スターウォーズ
ちょっとエビスターウォーズちょっと入ってこなかったです、ね、どこから見たのつってどこから見たのってであれやっぱり確かにな、うん、どこの、はい、やっぱ時系列から見るかでやっぱ時系列お前間違っちゃったんじゃないのそのどこのやつから見るかっていうやつを、はい、あそういうことなんですかね時系列だから結局、はい、アナキン・スカイウォーカーかルーク・スカイウォーカーかみたいなああどっちから見るかみたいな感じなわけ あそういうことなのかどっから見たのあ親指スターウォーズじゃ面白いかもね誰かしら誰かしら怒るじゃんこんなどこかの部門は怒るよ、うん、怒るね、うん、うん、すごいなこれいいかもねそういいまあそうね、うん、いろいろできそうだな FF10 歌舞伎やっぱそのあれだねだからそのそっかうんいやだからえその FF10、うん、そっか知ってんだもんねうんえ主人公はあ主人公ティーダーティーダーってか主人公主人公あ主人公知ったはいえ主人公、主人公の名前え本当にやってるやってます、ね、やってます本当にお前やってんのはいねやってるとかはいじゃあ主人公の名前言ってみる尾上菊五郎です菊之助か尾上菊之助で尾上菊之助ですよ、ね、ちゃ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 歌舞伎見ちゃってるじゃんなんこれ尾上菊之助さんですよねいや違うよゲームやってないじゃんいいかもなこれこれで一本作ってみよう笑っちゃうこんなどうどうまあそうかワンピースジブリワンピースもいけるワンピースも歌舞伎でやってるもんねワンピース歌舞伎やってますね、うんうん、あ確かにねシリーズものの方がねそうそうスターウォーズいいよなスターウォーズとかいいねあどっから見たのでそうか、うん、どあまあ親指スターウォーズ俺らが FFとかさもうさ FF 好きなんだよって言って、うん、FF すかみたいな、うん、えそのやってないあんまやってないですねっ て, ねってえ知ってんのあるって言ってあま、まあ、FF10 は通ってますけど通ってますFF10 は一応はいあそうなの FF10 はい、な FF10 はやって通ってんだ通ってます FF10 通ってますねえそうかじゃあ主人公の名前わかる主人公はい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 わ、うん、かります主人公はい誰あのだから尾上菊之助さんよかったっすけどねいやいやいやちょっとどういうことどういうことはいでティーダだティーダはいはいティーダ役のはいティーダ役菊之助さんえ何プレステの FF いやいやいやええ何の話してる歌舞伎ですFF10 歌舞伎じゃないですか全部いやいいかもねそうですね、うん、でちょっとどこかでもしかしたら披露するかもしれないこれやるわあああさあということでハライチのターン毎週木曜深夜0時から TBS ラジオでやってますんで聞いてくださいあれあの全然あれなんだけど歌舞伎、うん、見に行ってきたんだよえ FF10 歌舞伎お前が見るべきやつは FF10 歌舞伎 FF10 歌舞伎じゃないんだけどさえそう何普通の浅草のその新年の浅草歌舞伎尾上、うん、松也さんに誘われてさすごそうで行ったんだよお前え尾上松也さんが出てるやつそう出てるっつってお前が見るべきなのは尾上松也さんが出てるじゃなくて尾上菊之助さんが出る FF10 歌舞伎だよよく覚えてんな、うん、いやその前に一回歌舞伎 FF10 歌舞伎は今やってるんでしたっけまだまだか3月 か,、うん、だかその前に一回歌舞伎をやっぱりこう鳴らすためにな鳴らすっていうか、うんうね、FF10 歌舞伎へのなステップアップ FF10 歌舞伎への、うん、まあそうだね女装というかまあ、まあ、な歌舞伎を、うん、そうすごかったわなんか
何分かんの。だから俺もそれが心配だったの、分かるのかなって、でやっぱ松井さんにそこを誘ってもらったんだけどやってますんでって、で いついつ行きますって言ったら、まあ絶対もちろんチケットはさ、用意してくれる、でもさ一番最初初めての歌舞伎、全部もう自分でチケット買って行こうと思って、で全部なんか松竹のさ、サイト登録して、チケット買うところからやって、そう頑張って。難しいな、やっぱ松竹歌舞伎のあれだから、ちゃんとアドレスとかさ、登録するけど、このコピペというかさ、なんていうのこの何こう登録何回もしてると自動的にアドレスとかこうやってくれるじゃん、その自動的にアドレス入れる機能だとダメなんだな今もう。なんなの。だからちゃんと打たないとダメなんだよ、1文字ずつ。そうなん。そうそう、それだともう登録にならないんだよ。え、そんなにしっかりしてるっていうか昔ながらの感じ。いやいやいや、だから審査というか厳しいみたいなことじゃない、そのパスワードは。パスワードもいろはとかでやるの。いろはほへみたいな。 A 数字とかだったよ。 A 数字なんか使えんの。 A 数字とかだったよ。そりゃ大丈夫なんそんなそりゃ、寄付だとか配られるんじゃないの。寄付だとか配られない、そのいやそうだってネットで買ってますからチケット。あ、そうなんだ。それは別に、うーん、分かんないかなと思ったけど、今だからあれがあるじゃない、その解説のさ、合言葉みたいので入るんじゃない。合言葉みたいので入らないよ。違うの。チケット買って、チケット発券機みたいなのもあったよ、何台もこう。木のやつ木で、いや、で、そう、からくりで。からくりからくりのやつ。キテレツ斎様が作ってる。からくりの機械は置いて、からくりの機械な。からくりの機械は置いてないから。木の、あの、機械みたいなやつな。うん。キテレツの作った。キテレツの作ったな。そういうのは置いてない。違うの。デジタル全部。うん。そう。で、あのあれがあるんだよ、イヤホンのさ、うん、この貸し出しされる、うん、解説のレコーダーみたいのがあるから、うん、あ、それ聞くとだいぶやっぱり分かりやすい。耳装着翻訳機の。キテレツ斎様が作ってるそれは。日本語でそれはキテレツ斎様のさ、キテレツのやつだから。そうなんだ、うん、それもあらかじめなんかネットで予約というか買って、で向こう行ったらもうそのなんか携帯見せたらもうそれもらえてみたいな。へえ。でそれ聞きながら向こう行くときは、壁に赤いテープみたいの貼って、向こうに貼った壁に赤いテープの中に入るみたいな。キテレツなんてやつだっけあれ。キテレツのだよね。キテレツの道具ね。貼ったなそれ、壁に赤いテープさ、すり抜けるみたいな、ビニールテープみたいなの貼ってさ、丸に、うん、で向こう側にも壁にビニールテープの赤いテープいいよ。だからキテレツの話、それがそこはつながる。キテレツ大百科の話はいい。キテレツ斎様じゃないからね、歌舞伎作ったの。キテレツ大歌舞伎のこと言ってんだよ。キテレツ大キテレツ大歌舞伎なんやるわけないじゃん。歌舞伎サイドも手出さないよ。キテレツにこの好き役のな。さすがにやらない。小野井くんのすけさん。ワンピースとか、ジブリ FF だよ。キテレツに、次キテレツ大歌舞伎。豚ゴリラ行くぞ。ラッシャイって、お父さん。ラッシャイ。ラッシャイって、豚ゴリラのお父さんね。ラッシャイって、コロッケ、コロッケね、みんなで。オープニングからやってくれんのかな、じゃあ。コロッケ作るところから。キテレツ大歌舞伎だったら行くけどね。行くから行くけどね。キテレツ大歌舞伎だったら、キテレツ大歌舞伎だったら、まあキテレツ大様の表現とか良さそうだしね。コロッケ弁当食べながら見ていいんだよって。最高だよね。いいよね。そしたらね、うん、そうない違うないの。キテレツ大歌舞伎じゃないから。新春の浅草のこの歌舞伎で。すごい、だからなんか、まあ、分かりやすい話にしてくれてんのかな、新春のそういうのは初心者の方にも合わせてんの か、うん、なんかすごい分かりやすい話、なんか一個この、絵師、絵を描くの絵師の人が主人公で、うん、なんかの話と、あとこの連獅子ってさ、この2人並んで頭振ってさ、毛を、長い毛をさ、あれか、そう、あの歌舞伎な、そうそう、うん、まあ、なんなら、まあ、一番有名なやつなんかな、うん、え、あれって歌舞伎ってあれ全部やってくれるんじゃないの？全部、あ、一応
でもなんか短くこうなんていうの、いいところをギュッとしてるらしい、うん、俺がなんか調べた限りでは。え、全部歌舞伎って、うん、例えばワンピース歌舞伎とかも、うん、全部あの長い髪みたいのをやってんじゃないの、うん、そんなことない、そんなことない、全然ぐるぐるいわゆるこう普通のなんていうのちょんまげっぽい感じとか、うん、そのなんかさ熊取りメイクみたいのにさ、あだからワンピース歌舞伎とかは、うん、やっぱそういう初心者に向けて分かりやすい歌舞伎で多分作り上げてんじゃない、うん、だからその、うん、熊取りメイクみたいのに、うん、長いふさふさの、うん、ね、うん、髪みたいのに麦わら帽子かぶってるとかそういうことじゃないの、うんでもそれに近いよ、ね、近いよね、ワンピース歌舞伎確か、ね、うん、でもそんな髪の毛ふさふさじゃなかった気がする。あ、そうなの。熊取りメイクみたいだったとは思うけど、それなんか面白かったよ。絶妙だし、その解説のイヤホンも、すごい。何その見ながら、うん、その音声聞くってこと。見ながら解説してくるんだよ。バーって登場してきて人たちを解説してくれたり、うん、今上手から出てきたのは、うん、みたいな、村の衆です、うん、みたいな、うん、左から誰誰みたいな、うん、その役者さんの名前とかかな、うん、誰誰とか、うん、あとだからもうなんか、この時代のこの師弟関係、絵師のなんか話しての関係はとか、なんかいろいろ説明してくれる途中で、うんうん、それもでもなんかこう邪魔にならないタイミングでこうスッと入ってくるから、なんか分かりやすかったしね。あとはなんかこうレンジ詞がやっぱすごいわ、なんか、うん、この頭振るのさもうすごいんだよ、ずっと延々頭振ってとかもうすごいんだけど、いわゆるこう歌舞伎のなんか、あれそれ何がすごいの。まあなんかまあお話っていうかレンジ詞はもうなんか踊り舞いというかね、一応お話もあんだけど、なんかあれだ、うん、宝塚見た時、うん、そうだったんだけど、うん、前半後半あって、うん、前半は、うん、なんかベートーベンの、うん、なんか一生みたいな物語重視のやつだったの、うん、で後半は、うん、なんかね、ね中東の方みたいな、うん、なんか世界観で、うん、ほとんど歌踊りでさ、うん、構成されてたね、なんか本当に言ったら、うん、あの宝塚のこの羽さブワーってつけて階段降りてくるみたいな、あれをやってたの。なるほど。っていうことに近いかもしれない。多分だってその一個最初に見た話も、うん、多分長いバージョンもあるんだろうね。多分その一部二部とか何時間もやってこう。あ、じゃあ入門編なんだ本当に。多分そんな感じだと思うんだけどな。うん、演じてこのバーって頭振るやつ毛振りっていうのかな、うん、それもすごいんだよ、延々回してるからね、うん、首どうなってんのかみたいなさ、うん、のもすごいし、うん、あなんか見たことある映像とかで後ろ向きに走るんです、バーって。どうやって、な歌舞伎のこのさ舞台花道みたいあるじゃん、うん、この前のメインのステージから横の方にさこうバーって長くある、うん、ある、ある道、うんうん、あの長い道を後ろ向きでとんでもないスピードで2人でダダ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 って、うん、でそのまま吸い込まれてくる、そのもう裏にバックヤードというか裏にそのまま吐けてくみたいな、うん、どうやってんのか、どう練習してんのか、すごいみたいな、もうなんかサーカスみたいなこと。ああ、まあそうだね、超人だね、なんか、うん、あのスピードで後ろ向きに走るのはめちゃくちゃ怖いだろうし、なるほど、2人並んでるから、うん、その後ろに人がいるのもなんか怖いだろうしね、吐けてった時にドタドタドタってなりそうだし、うん、なんかそういう凄さもあるし、うん、なんか面白かったですよ。あ、うん、それどうなの、うん、もう一回行く。まあそれこんぐらい分かりやすいのだったら全然行けると思うよ。全然行けるっていうか、うん、もう一回行きたい、絶対もう一回行くっていうことでもないんでしょ、うん、絶対もう一回行くっていう、なんかそれが大事だよな。あ、まあね、うん、なんか一回見たなっていうので、うん、あでも全然面白かったっていうので満足するのか、うん、本当にハマって何回も行く、ハマるっていうところまで行ってないと思うよ、うん、ただ他のも見たいとはなってるね。うーん、え、あ、お前の好きな尾上松也さんも、うん、FF 天下舞伎出るっていいんじゃない、
いや音声解説つけた方がいいよ。それね、FF の説明してくれるのか、音声解説。どっちも今コマンド入力しケアルを唱えました。ケアルとは回復の呪文です。な、俺なんかゲームしてんの俺。客一人一台なんか、うん、プレステ置いてるじゃん今、ご覧いただいてる、うん、体力ゲージがゼロになると死亡、うん、でもこれは本当の死亡ではなく、うん、フェニックス脳で生き返ることができます。FF チュートリアル動画みたいな。そんなやつなん。そう、そう、うん、FF 歌舞伎そうか、うん、出るんだ。メニューを開き、うん、コンフィグの画面で、うん、メニューが今青ですが、ピンクやチョコボの柄に変えることができます。いいよそれ、そのゲームのでしょ、本当のゲームのそれを教えられても、うん、メニューとかじゃないから、うん、歌舞伎見てるからさ、うん、そんな一人一台プレステ置かれてるわけじゃないでしょ。そうな、うん、うん、途中で、うん、ブラックアウトしますが、え、これは、ムービーに入る時のロードの時間です。まあ初めての人はね、はい、俺ぶっ壊れちゃったかなってなるけど思うかもしれないけど、うん、いや、いいんだよその説明は、うん、いらないわイヤホン。それならディスク2に入れ替えてディスク2に入れ替えてください。いやすごいやってるじゃん、うんうん、ディスク1終わってるじゃん。セーブ中にメモリーカードを抜かないでください。懐かしい、懐かしい表示、プレステ1の頃の、うん、始めるときに、うん、上蓋を開けて始めるといいよ、データを消したりできますって。その FF とかでもなくなっちゃった、プレステのプレステの解説になっちゃってるから、それその時は舞台で何やってんの。やってんじゃないの、プレステの、うん、でっかいかぶり物みたいな。そう、プレステ大歌舞伎になっちゃう。プレステのセットがある、プレステのこのまずプレステのセットがある、うん、プレステの出汁みたいのがブワーって出てきて、いやプレステ大歌舞伎になっちゃってるから、うん、それだとなんか始まるときに、うん、ブーオーンそれを太鼓とかで、うん、そうどん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 、ジャーンって、うん、プレイステーション、うん、いいよあれとかやったらいいんじゃない、そういうことじゃないから、あれとかやったらいいんじゃない、え、頑張れゴエモンとかやったらいいんじゃない。頑張れゴエモンはそれキセル持ってね、そうだよね、ドンピシャだよね、うん、それだって石川ゴエモンあるでしょ、それ歌舞伎ね、うん、そうゴエモン、石川ゴエモンっていうか、うん、まあゴエモンね、頑張れゴエモンね、うん、頑張れゴエモンの、うん、エビス丸とか、うん、ゴエモン歌舞伎、頑張れゴエモン歌舞伎それは本当のゴエモンのやつだと思って言っちゃうね。ゴエモン歌舞伎って言って、うん、言ったら頑張れゴエモンの方で頑張れゴエモン歌舞伎だった、うん、そう、うん、懐かしい、頑張れゴエモンね、ロボみたいな、ロボみたいなのってゴエモン2な、ゴエモン2ね、ロボみたいなってね、頑張れゴエモン2な、うん、マッギネスのな、マッギネスの、うん、マッギネスなの、あのあラスボスな、あ、うん、そうあったな、あの一番最後のな、うん、タヌキの置物ぶっ壊したら小判出る、 あった小判、うん、うわいいね、なバーンジャリーンって、そうあった、キセルがどんどんなんか長くなって最後金のキセルになる、うん、っていう歌舞伎な、まあ できるだろうねこの、うん、フライングみたいな、で一回ちょっと見に行かないと、澤部さんは FF10 歌舞伎、 FF10 歌舞伎ね、うん、それかあのキテレツ大歌舞伎、キテレツ大歌舞伎はないでしょ普通の歌舞伎じゃないよ、うん、みんなだから FF10 歌舞伎とか言ってるでしょ、うんうん、なんとか歌舞伎とか、うん、キテレツだけキテレツ大歌舞伎FF 歌舞伎、 FF10 歌舞伎、うん、キテレツ大歌舞伎キテレツすごいね、キテレツすごい力入ってる、キテレツ大歌舞伎は力入ってる、ね、ってるよキテレツ大歌舞伎、キテレツ大歌舞伎は、うん、やってくれたらな、そのぐらいかもな、でもうーん漫才はそうしちゃいけないなと思いますよ私は、なんかあ、まあね、解説が入るようなことしちゃいけないな、漫才はそうだよね、うん、確かにね、
でもなんか楽しそうだった、やっぱ周りのさ、うん、このおじさまおばさま、うん、お弁当を買って、うん、ね、みんなで。でもそうなってくのかな、うん、だから澤部とかもこうハマってったらさ、なってくかもね、一、うん、人いたよ。でもなんかすごいおじさま詳しい人なんだろうね、隣の女性にずっとでっかい声で説明してる、うんうん、うわほら、うん、なんて言うんだっけそれ、なんかあの教えましょうかみたいな、今ね、ハラスメント、ハラスメントみたいな、ああ、うん、かわらあいつか、あれあの役は、あ、誰々かみたいな、役者の名前言いながら、うん、誰々かみたいな、うん、もうそうか、この役やんのかみたいな、うるせえな要はすごい言ってたよ。そういう子さんファンが新規ファンを遠ざけてるっていうのは分からないもんか、うん、なんかでも気持ちよかった、若い女性連れてたんじゃないかな、まあまあね、まあ気持ちいいんだな、うん、そうだろうな、うん、うん、まあね、そうね、うん、まあ、俺も一回行ってみようかな、一回行ってみそう、いいと思うよ、うん、FF 天歌舞伎の前に一回行った方がいいわ。取れんのチケットっつうの？チケット取れる、 取れて 俺それは、うんうん、うん、それは何、どういうところで情報見んの？なんか村にあの木のなんかあの出ない、その札みたいに立ってんの、なんかお尋ね物みたいに書いてあるみんなそこに集まってる、おーおー歌舞伎やんのかって、そう違う、それ見に行くんでしょ、違うよ、いやいろいろあるよ、うん、それホームページとかなんかあるし、うん、ネットで多分そうなの、うん、うん、なるほどね、行ってみますか、じゃあね、そうそう、なんかあれはないの、その思わぬところで不作法なさ、うん、あのやっちゃいけないことだったみたいな、あ、素人が言って、そう、俺が思うにはなかったと思うけどな、うーん、多分、だからなんか俺もいろいろ見てったの一応、うん、ネットで上がってる、うん、だから荷物あんま持ってきすぎるとか、コート、うん、冬だからね、うん、コートとかもなるべくこうやっぱ席ね、なるべくロッカーに入れてとか、なるほどね、まあいわゆるこうなんか一緒だよね、そういう舞台とかとね、特になかったんじゃないかな、そうか、うん、まあでもな、正直言うと、まあ、全然いいんだけど言っても、うん、宝塚の方だと思うんだよな俺がハマるのは多分、あそう、うん、うん、そうそうそう、宝塚も一回確かにな見たいしな、うん、ね、まあじゃあちょっと今後ねハマるかもしれないってことですね、はいはい、ハライチのターン毎週木曜深夜0時から TBS ラジオで放送してますんで、ぜひ聞いてください。さあそんな中こんなニュースございました、うん、ビジュアル初解禁、おこれ、ね、最近ここ何週か、うん、何ですか、アフタートークでね、たびたび話題に上がります、はい、新作歌舞伎、うん、ファイナルファンタジー10の全キャストの紛争が解禁されました。 FF10 歌舞伎ね、そうです、うん、3月4日からスタートですね、はい、公演 ね CM もやってるもんね、そうそうそう、 TBS ラジオでで、これは結構盛り上がりましたよね、はい、先週ぐらい、ね、FF10 歌舞伎を見に行く人って、はい、FF10 をやってなくても分かるのかとか、はい、うん、そうそうね、あとその FF10 歌舞伎見たおばさまたちが、うん、FF10 やってみたいわってなるのかとか、あら面白いじゃない、純粋な歌舞伎ファンのねおばさまが、そうそうそう、うん、FF10 やってみようか、そうなんですね、そんな話をしながらね、うん、やってましたけど、はい、どうなったんですか、ビジュアルちょっと見ましょうよ、おうわすごいすごいじゃん、すごい、はめちゃくちゃすごいじゃん結構なちゃんとコスプレしてんだね、ね、うん、でも一応このやっぱ置物の感じなんだね、うん、そうだね、うん、とかこのリュックっていう一番左金髪のね、うん、このリュックっていう一番左のキャラだけめちゃくちゃ輪になっちゃってるんだけどこんな感じではない、ビキニなのなんか、ああ、うん、でちょっと活発なキャラなんだけど、この子だけすっごい輪になってるね、オレンジの着物を着てね、うん、
そう。あとこの FF10 歌舞伎のこのビジュアル、はい、ちょっと皆さん見てもらえれば分かると思うんですけど、うん、このロゴの左、うん、今、はい、このにこれ大悟さん、大悟さん、大悟さん出ません。FF10 歌舞伎、エッチドリのですか、エッチドリの大悟さんです。大悟さん。ひげ剃った大悟さん、そっくりですけど、すごいな。すごいね。これあれかな、やっぱり、グッズとかも出んのかな。ああ、出んじゃない。ポーションまんじゅう、ポーションまんじゅう。ポーションまんじゅうとか出んじゃないですか、ポーション。エリクサー型のお茶とか出んの。いや、出んじゃない出んじゃないですか。エリクサー型のこの、お茶っ葉をこう沈めて、うん、お湯、なんか水、最初水なのに、お茶っ葉沈めてね、うん、お茶になるやつね。うん、あとフェニックスのおセンスも出るかな。うん、ああ、じゃないですか、うん、フェニックスのおセンスもね。モーグリ柄の浴衣も出るだろうな。グッズも展開はされるでしょうね。うん、これが、前編後編合わせて、およそ9時間。9時間どういうこと ?9 時間。9時間 ?9 時間です。どういうこと一体。まあまあ、多分前編後編。嘘何嘘なの嘘じゃない全部嘘じゃないです。大悟さん乗ってるし。嘘じゃないです。なんか全然その、なんかまあ、前編の多分分けられてるんでしょうね、完全にね。前編と後編。まあ、投資とかのあれもあるんでしょうけど、うんうん、それぞれ多分チケット出てやるんじゃないかな。行ってみようかな。ね、9時間は、すごいね。うんそっか、チョコボ出るかな、チョコボ。チョコボも出るでしょう、おそらく。チョコボ役。うん。チョコボ役の人気になるね、なんかね。チョコボ役なのか、うん、なんかライオンキングみたいにこうさ、ちょっとこう被り持つというか持つみたいなね、タイプもあるよね。いや、ちょっとじゃあ見に行ってみますわ。うん。ちょっとチケット取ってもらおう、大悟さんに。大悟さん出ますかおーって。お、取っとくぞって。お、うまいって。ならないですか。時間ね、あるから、大悟さん。ということで今週もよろしくお願いします。ザ・ピンボールってシステムバトルブルーチェアーズガバーナあの香水のせいだよレッツゴーでしたっけ。パーティーだよ、なんかホテルになっちゃってる。